瞬送るよ。うわ、素晴らしい。なるほど。リフトアップありがとう。出血大サービス。我が仕事はしに行くか。あ、そうや。仕事をしやすかことでしょ。わざわざ上げてくれたつかと思うんだ。あ、苔いっぱい詰まっとけ。苔詰まったかいね。あ、出てくる、上がってくるときなんていう、顎ひげいっぺついたことで出てくるっけ。面白いかと。ここに詰まっとけんが。細いし、来ちゃって。法事終わったっちゃろ。やっぱ酒飲まけないね。出会うしよう、送りきっかな、送って。ここ取ると一番きつかったね。送ってん。いや、旅行かんと思って、ここが一番きつかったね。うるげえ、よかった。どこで一緒か。あいばいね、2年多かったね。2年多か？うん、多分。何の株や。うん。植えた時の。株か。うん。これうちも一緒だしね。一緒か。いや、だってね、ちょっと違ったもん。うん、調整して。うん。後ろはやっぱピンバー1個下げたけど、うんうん。相手よう出るごてだったもん。だっていい言葉両方かて。そん前マー君家は少なかったって。最後にやっと気づいて。終わってかいね。わがたで綺麗したかった。面白い回見せ。終わってかい。終わって気づくもん。送ったら動くじゃんかね。ベルトなと。いや、ギアよ。ギアや。いや、飛んだら潔なことになるの。うん、さすがにね。なんでこやんかどっかに飛ぶとっていうことで。どっかに。でも、せや無理もせんでば。やっぱ、孫使う分、なんでね。金属疲労とか当たり外れもあるけん。こう、上げたまんま行ってよ。いやさ、借りに行かって了解。最後にあと 2往復ぐらい。いや、立っとっときけば寝とっときけば。寝とっとこれ。気づくかな、気づかんの。コンバイン取り行き。ここばかるってどこ今度。いやない、ここが乾いとっちゃないと。ここは新潟乾いとる。ドローンつかんけん、岡場帰って。開けるとよかったらばってね。やっぱ開けるとめんどくさがっちゃう。ヤゴテなんで、ハムットもハメに行くって話。それは分かるわけ、うん、これ送り切っちゃうかね。ね、ちょっと一回回してみよう。少しでも送ればよかった。回して。人間ボスするという感じだったね。
めた。嫌な音。ガタガタガタ。送り切らんやった。超嫌ったね、こいつ。こう送らんもんね。ここにカンドルで抜いて、ね。これで違いよい感想じゃんね。取れるとや。引っ張ってチートずつ引っ張っていく、ね。あ、後ろもて。そいよりかき。あ、下に引っ張るて。裏向きで取れんじゃんね。引っ張っとかるならね、どっかかかってね。これがね、こやし。なるほど、待って、しきらんじゃんね。ちょっと下から引っ張られるな、引っ張ってもらって。さ、引っ張り切らん。動かんじゃねえかって、それさ。いいね。あ、ちょっと開いてるぞ。戻らんことならんだろうね。うぅぅぅ。だいぶ来たろ？うん、今カボ。動いた。よいしょ。どこがでやんなっとっとかな。人間。お、だいぶ。バチミチミ。人間。人間ね、取るしたいかんね。やっぱ機械もんやろ。ずるしたいかん。お、ババア動いてきたぞ。いや、動いて動かって。うん、それで大体動かないかん。あ、そうや。あ、待って、待って、あるもん。今まで動くやん。なんか、そういうやのし、下動かな。違うとや。下がよか、今度。下って言ったら、うん、待って、多分手入らんちゃう、そこ。お湯が手が入れるスペースあるとね。中ね。あ、こう両方2箇所あるってこと。こう、そう、こう動くって。え、こっちだけくらい開くと、ここが引っ張りやすかったの、今。あ、分かった。言うことは分かった。分かるだろうかって、多分ならんと思っちゃう。ゆっくりじゃなかね。うん。これ。今回だね。手の入らんやろ。こうやろ。こういったな。うん。こういった。上までがっちり噛んどんね。いいよいいよ。うん、密集しとんもんね。どうして詰まっとるかね、さっき。ここで、よかばんです、もう。そこ取れた。取れた？もう上々いい。ここね、この束ね。ネタン飛び飛びでさ、なんだネタン飛び飛びどやんかい、みんな日付を追うどころかネタだけ追っていくんけ、うん、そらええとこせんな。おいじまそこまでは考えんとじゃっけ。なんば、そうそうって言うとね。そりゃ見えるっちゃろうね。わら取りの時もさ、なんか騒音ば測りに来とらせて言われてかいさ、マチャ君のとこ行ったら、なんか騒音ば測りに来とらせて、うるさかったんじゃろうかって完全に。まあな、よかっちゃそういうぐらいな。おいどんのこと夜中首に寄ったら、もういきなり警察に来たけんね。なんのか来たぞ、なんって警察にちょっと何やるかって言ったら、おいどんだった。なんでうるさかけんや。家の脇でさ、12時頃首に寄ったらさ、12時なっとらんねん、9時10時ぐらいだったっすな。なんですかって言ったら、いや、近所から苦情来てですねって言って。もうこっちは雨降ることだけ急ぎ寄っとけって言ったさ。待って、もうそこやめたさ、やっぱ。なるよ。あー、まあ、くそと思うで。だんだんそうやんなる。この海苔屋さんからやられたことあるのね。なんで海苔屋さん、朝早かけんね。あー、寝らすけんやろ。そう、自分たちの休みだろうって、ちょっとうるさがで言ってた。あ、そう。待って、ここだけお願いしますって言ってから、うん、そうそう、そこだけ終わったらね、違うとこ行かるったとけね。そこだけさせてくださいって、雨前やけんって頼んで無理やり
って戻って言うたぞ。夜景行かせたったろって。かもしれんね。わざとせやんかどこだろ。さあ、これで送り切って。いや、あなたも逆に言うかもしれんねって。いや、たまにあるわ、やっぱりやかましかなと思うとさ。ちょっとマーク後でかまして。うん。もういけるや。わからん、回してみよう。行けるかどうかわからんね。回らないかんけんね。